ヒューマンカインドの文明は時代が変わるごとに文化を選択し変容していく。しかしそれぞれの文化は時代が変わっても継承されていく特徴的な特性を持っており、その文化の固有の外区ユニットを組み合わせて自分だけの文明を作り上げる。時代は新石器時代、古代、古典、中世、近世、工業化、そして現代の7時代に分かれている。あなたの国家の地域特性や周辺国家との関係など様々な要因から適切な文化を選択し、あなただけの文明を作り上げろ。その文明は偉大な名声を稼ぐ。ヒューマンカインド。